皆さんこんにちは緩和ケア医の木下博弥と申しますつながる届く緩和ケア第86回目の今回はがん自体に対する治療は行わずに経過を見るときこんな時の医療との付き合い方癌と診断され医療を受けるとき様々な理由で最初からがん自体に対する治療手術抗がん剤治療放射線治療などを 受けずに経過を見るという選択となる選択をする方が一定数いらっしゃいます今回はこのような方に役立つ情報を提供しますまず最初にこのような選択になる理由として 1. 医師からがんの進行程度と全身の状態などから総合的に判断して何らかのがん自体に対する 治療を行わずに経過を見た方が生活の質を保つことができて危険性も少ない。2患者自自らの希望でがん自体に対すする治療は希望しないといととうことがあります1に関して高齢でありさまざまな病気を抱えているがんの進行が著しく全身状態が著しく悪いいずれの場合も パフォーーマンスステータステタ PS といって全身状態の指標が PS3 限られた自分の身の回りのことしかできない日中の50%以上をベッドが椅子で過ごすまたは PS4 全く動けない自分の身の回りのことは全くできない完全にベッドか椅子で過ごす などという状態のことが多いですこんな時は主治医などに相談して緩和ケア外来または訪問診療を探すことが必要ですできるだけ早く行動するのがいいでしょう納得がいかない時はセカンドオピニオンです2に関してがんに対する治療を希望しない理由は人によって様々ですこの場合大切なことは がんに対する治療を受けない理由について十分に医師と話し合うことですどうしても医療に関する情報の非対称性といって医療者側が多くの専門的情報を持っているのに対して患者側はほとんど情報を有していませんその結果患者が適切な情報を受け取らずに適切な医療を受けない選択をしてしまう可能性があります 特に治療に伴う副作用、生活の変化などについて患者は周囲の体験や噂などからがん治療は辛い、きついものと考えてしまうことがあります。治療の意義、目的、治療の副作用、これからの生活などについてきちんと主治医と話し合うことが第一段階として必要です。さらに、 主治医の説明が分かりにくいときはセカンドオピニオンを求める早期からの緩和ケア外来を受診してみるのもいいと思います早期からの緩和ケア外来を開いている緩和ケア医は主治医とよく話し合えなかった内容についてもきっと知識経験があり良き相談相手になってもらえるはずですまたこのような緩和ケア医は 相談できるがん治療医の知り合いも多くいるはずです早期からの緩和ケア外来の探し方は本チャンネルの第11回専門的緩和ケアを求める方法4医療資源データベースからの検索の10分33秒からの早期からの緩和ケア外来の部分を是非ご覧ください概要欄にリンクを貼っておきますまずは ここまででがのの場合のスタートですそしてその次がんに対する治療はしないと決定した場合この後誰にがんを見てもらうかが問題になりますこの場合がんだけではなく生活を含めた医療が関係する問題について相談できる医師を探す必要があります現時点では A がんと診断して治療方針について説明してくれた医師。B。がんを疑って紹介してくれた医師。C。かかりつけ医。これらのうち誰がこの役割を担ってくれるのでしょうかね。それは病院、医師によって対応は様々です。としか言えません。上記のうち誰もこの役割を担ってくれない場合は緩和ケア外来を 探すしかありませんしかしここにも2点問題があります。A. まだ緩和ケア外来受診は早いと言われる。B. そもそもこういう患者を積極的に見てくれる緩和ケア外来がない。ではどうすればいいのでしょうかね、B。がんを疑って紹介してくれた医師または C. かかりつけ医に診てもらいながらたまに 看護ケア外来も通院これぐらいを探しお願いできればいいのですが皆さんの地域ではいかがですかね今回はがん自体に対する治療は行わずに経過を見るときこんな時の医療との付き合い方について解説しました本動画が少しでも皆さんのお役に立てば幸いですではまた来週